はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、この FooWatt100 のですね、ベストパラメータを探そうという動画でございます。このアンプに関しては完全なクリーンで使う、もしくはクリーンにして前段に歪みを置くとか、そういう感じの使い方が多いんじゃないかなと思います。しかしですね、別にこれを歪ませてもいいわけであって、ディストーションまではいかずとも、クランチとかね、その辺のサウンドであれば使えるので、その辺もちょっと見ながらですね、やっていきたいと思います。例えばそのクリーンを使うことがこのアンプが多いんであれば、この状態、クリーンの状態をデフォルト設定にしておいて、ちょっと歪ませた音を、これですね、アッドフェイバリッツに入れておけば、フェイバリット登録からポンとこのアンプを出せるので、そういう風に2通りに分けてもいいのかなと思います。またですね、この前っていうか動画で言い忘れたんですが、この HX トンプっていうのは、その本体から出力される音量をこの右上のボリュームっていうノブですね、ここで決めることができます。すいません、今ちょっと画面には映ってませんが、大体私はこのノブを12時ぐらいで固定しています。なぜ固定するのかっていうところなんですけども、このボリュームのノブの位置をもう固定してしまって、練習では音量を決めたり音色を作ったりしています。なぜそうしなきゃいけないかっていうと、スタジオとかライブハウスに入った時に、この HX トンプ全体の音量をこのボリュームノブを使って決めるんですね。そうしておけば全ての音が揃うじゃないですか。そういう風な使い方をしたいなと思いまして、練習する時はこのボリュームノブは12時で固定、これを決めているということでございます。これも一つの何か指標というか参考にしていただければ嬉しいなと思います。では今日この FooWatt、 こちらをですね、パラメータいろいろいじってみたいと思いますので、聞いてみてください。では始めましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。ドライブベースミッド、うん、この感じですかね、うん、この動画をですね初めて見ていただいた方というか、私の動画を初めて見ていただいた方にお伝えしておくと、私がなぜこのアンプのブロックを使うのか、プリアンプじゃなくなぜパワーアンプを含んだアンプブロックを使うのかっていうとですね、正直プリアンプの方で作った方がパワーアンプに入れた時にすごいちょうどいい感じに仕上がってると思うんですよ。音量とかも歪みとかも全部。ただ正直ね、練習する上ではちょっと弱すぎる風に感じます。これは別にそもそもの音がいいとか悪いとかじゃなくて、私の音の感じ方なんですけどね、ちょっと弱い気がするんですよ。それに実機のアンプがまあもうすぐ隣にあって、すぐにでもそこにつないで練習できるっていう環境ならいいんですが、まあ、特に私なんかはね、実機でなかなか鳴らせないですし、いつでもね練習できる環境を整えると思うと、このアンプブロックを使う方が何かといいんですよね。まあ、実際そのアンプブロックの状態でギターアンプ実機のリターンにつないでも、まあ、音量とか音色とか、まあ、特に問題ないようにするためにこのパワーアンプ IR を入れています。私はそれで調整してるっていう感じですね。で実際はこれを消してアンプの実機に接続します。これは家で可能な限りスタジオやライブハウスのアンプの環境に近づけるためにこの3つを並べてる感じなんですけど、まあ、正直ねこのアンプブロックで音作りをしてしまった方が練習する時もまあ正直テンション上がります。こっちの方が音いいんで、そのまんまの感じで音量だけ調整したり、まあちょっとハイが強いとかローが強いとかいう時に削ったりするみたいな使い方をしています。はい、まあ、フーワットに関してはこの感じですかね。これが最もバランスのいいというかいいアンプのサウンドかなと思ったりします。うん、そのギターの出力とか環境によって音量の出方とか違うと思うんですよ、皆さんの環境によって。なのでそれに応じて音量とか決めていただきたいですし、大事なのはこのクリーンで使う、クランチで使う、歪み、ゴリゴリの歪みで使うかっていうこの3段階において、ドライブをどこまで上げるか、マスターをどれだけ抑えるか上げるのか、まあそこだと思うんですよね。それが一番ポイントで、この EQ とかは自分の好きな耳障りのいい感じに仕上げていくっていうのがね、皆さんそれぞれのギターの特性もあるでしょうし、がいいと思うんですよね。まあただこの辺にしておけば、上げるにしても下げるにしてもまあ結構中間な感じの音なんじゃないかなと思いますね。あとクリーンで使うときはこのドライブに関しては歪む手前、歪み出す手前ぐらいで止めておく、余裕を持って止めておくのがいいと思います。もうちょっといけると思うんですよ、これ 3.5 ぐらいまでいけると思うんですけど、4とかでもそこまでいくと歪んでる感が出ますし、あの前段に歪みのペダルを例えばかましたときに歪みすぎちゃう可能性があるので、できればこの辺2から 2.7 ぐらいで音量が足せる、まあチャンネルボリューム余裕がありますけど、うん、これぐらいの歪みにしておいてチャンネルボリュームでこう調整していくぐらいがいいかなと思います。何かの参考になれば嬉しいなと思います。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。